引きつけている位置に行くんだ。強制撤退イベント、キリトがそう言ってたの？たまにあるのよね、イベントフラグの回収を失敗して強力なトラップが発動したりとか。まず倒すのが不可能な敵が現れたりとかね。今回もそうだったんじゃないかな。レイちゃんもあまり気にしなくていいわ。キリト君たちならそろそろ帰ってくるわよ。アスナの言う通りだよ。ただいま。お、ぴったり。さすがアスナさん。いや、あれは絶対…お帰りなさい、キリト君。クレハもナイスファイトだったね。
あら、どうしたの？この世の終わりみたいな顔をして。こんにちは。今さら笑顔を作ってもダメ。お姉さんに話してください。もしかしたらいいことあるかもしれないわよ。レイちゃんが家出？クエストに失敗したせいで？なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。アファシスを連れて行けば OK なんでしょ？マスター、それは少々氷ゲートを通過する際。エスターって違ったの？はいはい。それにしても不思議ね。レイちゃんがレアな設定持ちなのか、あなたのせいかわからないけれど。家出しちゃう。さっき声をかけて。デイジー、早く。おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ？残念だったな。お前さんには、俺様は今まで、なんたって何度も俺様との勝負に勝ち、仲間を、アファシス、それがなんだ！アファシスちゃんを泣かすとは、見損なったぞ！お前さんはマスター、そんな顔しても許さないからな！あいつの行き先なんか、絶対、お前には教えてやらん！ここで、うん、どうやらただの喧嘩じゃなく、ああ言うな言うな、人の事情に。ったく、あいつはな、そうと早く言って。